こんにちは、激辛クイーンの川島美恵です。さて、今週の激辛さんはブルダックポックミョンキムチ味。去年の9月に発売されたらしいですね。最近知りました。どのくらいの辛さかなと思ったんですけど、私実はブルダックポックミョンって2倍の辛さのしか食べたことなくて、普通の辛さの食べたことがなかったんです。たまたまね、いただいたカップのブルダックポックミョンがあったので、これをちょっと味見してからこれを食べてみたいと思います。あくまでも主役はキムチちゃんですよ。激辛みえチャンネル、中身は麺とソースと多分ふりかけ、このふりかけの色合いクリスピードーナッツ。ちなみにカップの方もこんな感じ。ハングル語ばかりで作り方がよくわかりませんが、数字を頼りになんとか作ります。できた。キムチの方はトッピングもキムチなの。同系色でよくわからん。オリジナル方は海苔とごま。すごいキムチの匂い、酸っぱい匂いがする。あー、こっちはあのブルダックの甘辛い感じ。じゃあいただきます。まずはこっちをチラリと味見しますね。ブルダック久しぶり。オリジナルブルダック、麺がもちもちなんだよね。うまいね。あ、結構辛いんだね、オリジナルの方もね。カップでも麺がもちもちで美味しいや。なんで韓国の麺って麺がこんなにもちもちなんだろうね。めっちゃうまい。甘辛いんだけど辛さの方が勝ってるから、大変に私好みでございます。美味しすぎるけど、これはちょっと置いといて、本命のキムチちゃんをいただきますね。キムチのトッピング、乾燥キムチだよ。乾燥キムチなんか初めて見た。麺はやっぱりシコシコ太麺ですわい。乾燥キムチ食べちゃうかな。乾燥梅干しみたいな食感。ふやかした方が美味しそうだな、これは。麺の中にちょっとね、混ぜ込んでうずめてふやけてください。じゃあ麺をいただきます。キムチ、キムチ味。あ、キムチ味、キムチ味だ。酸味がすごいある。キムチの酸味がある。あ、これさ、袋にジンロって書いてあるんだけど、お酒のジンロとのコラボ商品らしいんだよね。お酒が進むブルダックらしいけど、あ、確かに進みそう。ジンロ合うかもしんないね、レモンとか入れてね。うん、美味しい美味しい。ちょっと味が濃い気がする。お酒と一緒にがコンセプトだから、ちょっと濃い味に作ってるのかもしれないね。あー、酸味すごいわ、酸味。あとね、麺はやっぱりこっちの袋の麺の方がもちもちしてるね。カップの方もだいぶ頑張ってるんだけど、やっぱこっちに一歩及ばずみたいな感じだね。うーん、なるほど。ちょっとこっちの方、結局なんか食べ比べみたいになっちゃってっけ。ぶっちゃけ言うと、私の好みとしてはこっちの方が好き。ブルダックのソースってそれだけで美味しいんだよね。キムチ味も美味しいんだけど、ちょっと酸味が強いかな。辛さ、辛さはほぼほぼ一緒ぐらい。ほんのりキムチの方がソースの味が濃い分か、もしかしたらほんのりキムチの方が辛いかもしれないぐらい。乾燥キムチがふやけてきていい感じ。やっぱふやけさせた方がいいと思う。じゃあトッピングじゃなくてさ、ソースと一緒に混ぜ込んで炒めちゃった方が美味しいんじゃないか。麺もちもち、こっちの味が恋しくなる。うまい。辛さはなかなか蓄積してきますね。さすがブルダック、麺うまいわ。キムチはキムチで美味しいね。キムチごちそうさまでした。あ、結構辛い。まあ、ここで終わってもいいんですけど、うちもうちょっと食べたい。ブルダック麺って美味しいね。なんでしょうね、ブルダックの美味しさの秘密。本当に美味しいわ。こっち全部食べるつもりはなかったけど、食べちゃった。美味しかった。ごちそうさまでした。激辛みえチャンネル。ブルダックポックンミョンキムチ味。みえちゃん的辛いよレベルは 4.5。最初はもうちょっと辛くてもいいなと思ったんだけど、食べてるうちにさすがブルダック、だんだん蓄積してくるんだよね。まあ、今回正味2個分食べてるからかもしれないけど、食べ終わった頃にはあ、辛いみたいなお口になっておりました。私はキムチ味じゃないオリジナルの方が好みだったんだけど、キムチの酸味が大好きっていう方にはとってもおすすめです。麺ももちもちで美味しいよ。見てくださってありがとうございました。ブルダックの後はお部屋の空気が辛いです。ここをポチッとチャンネル登録お願いします。またねー。